はい、いつもありがとうございます。今7時ですね、19時です。はい、今日は、いろいろ開封する量がありますので、今日は7時開始とさせていただきました。一番初めは、一番時間がかからない、はい、ベストオブバスケットボールですね。こちらワンケース、今日また再入荷しました。ジョンソンさんからのご依頼です。ワンケースのパーソナルブレイクです。5箱となります。よろしくお願いします。じゃあ後ろのリーフのテープをこう切っていきます。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあ、一つずついきます。はい、ワンボックス目ですね。はい、じゃあ開けます。せーの、ほい。マグホかどっちかわかんないけど、グレーディングかな。はい、まずマジックジョンソンで、はい、その下が、お、ドラントのプリズムノートの 9.5 です。マジックは普通です。はい、1516ですね。1516のプリズム、デュラントのサインの 9.5、 オール 9.5 ですね、状態もね。はい、デュラント、うん、はい、まずデュラントです。でマジックと、はい、宣伝の紙。はい、で2つ目、はい、いきまーす。せーの、ほい。またグレーディングですね。これは何でしょうか。お、トップスクロームのレブロン。8.5 ですけど、トップスクロームです。ちゃんとトップスじゃないです。トップスクロームレブロンです。はい、通常の状態でも500ドルぐらいついてます。ルーキーカード、トップスクロームのレブロン・ジェームスです。いいっすね。ね、はい、おお、ね、出ますね。はい、で3つ目、デュラントレブロンときてますね。3つ目、せーの、はい。あ、今度はヴィンテージかな、 PSA ですね。あ、デビロビのルーキー、あ、フープスの10、これデビッド・ロビンソンのルーキーカードです。はい、結構有名なね、よくベケットに掲載されてましたジェムミントです。これもそこそこドルつくと思います。はい、デビロビフープスルーキーのジェムミント10です。1989年のフープス。はい、いいですね。うん、デュラントのサインでレブロンのトップ黒でデビロビのルーキーのジェム、うん、悪くないです。はい、いきまーす。せーの、はい。あ、また、お、89年ジョーダンの、あ、これは3年目ぐらい、でもジェムミント10です。89フレアです。なかなかやっぱり90年未満のカードはジェムミントつきづらいですけど、マイケル・ジョーダン、ジェムミント10です。89フレア。8687がまあルーキーカード的な扱いですけど、8384ぐらいがあれですよね、ジョーダン実質的な。123カード的には6年目、あ、カード的にはじゃなくてジョーダン的には6年目、カード的には3年目か4年目ぐらいに相当しますよね。はい、ジョーダンの10です。レブロンのトップスクロームも出ています。で、これが5箱目。はい、5箱目、せーの、はい。あ、何でしょう。そっか、マグホ枠。
ずっとローダーでしたね。あ、ローダーっていうかグレーディング、せーの、はい。お、マロンの今切れのジャージナンバー分ですね。アセテートのやつです。はい、アセテートのパッチオートなんで、まあ、あのサッカーの今切れと一緒です。ジャージナンバー分になります。はいね、はい、今切れと、はい、トップクロのレブロンも出てますし、デビロビのジェムミントルーキーね、フープス、まあ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 やっぱりいいですね。はい、そんなに大外れはないようなプロダクトですんでね。はい、じゃあまたジョソンさんよろしくお願いします。動画今日終わり次第あげますんでね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。